はい、こんにちは。英語ブロックのリゾート淳です。今回の動画では英語ブロックの基本文まとめシリーズについて説明していきたいと思います。よろしくお願いします。まず英語ブロックのホームページについて簡単に説明させてください。主なコンテンツが英単語と英文法と仕上げレッスンなどになっています。すべて無料で使うことできます。で、おすすめがクロスワードパズルですね。こちらについては他の動画でも説明しているので、そちらの方ぜひご覧ください。英語ブロックというふうに検索してもらうとホームページが2つあります。英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていうのが主に英単語とテキストが中心になっています。で、どちらからでも行ったり来たりはできるようになっているので大丈夫です。で、今回の基本文シリーズはすべて英語ブロック .com の方ですね、こちらのホームページのトップページから進めていますので、こちらの方にまずアクセスしてみてください。では説明していきます。はい、今見てもらっているのが英語ブロック .com のトップページになります。はい、では基本文のまとめの ⑥ について説明していきたいと思います。まずトップページの、こちらのダントツ英文法というところか、スクロールしていって、こちらの英文法を学ぶですね、こちらのどちらかをクリックします。はい、そうするとダントツ英文法のラインナップが出てくるんですけど、ずっと下の方まで行ってもらって、真ん中辺ぐらいですね、ちょうど。はい、こちらですね、まとめの ⑥ っていうところ、レッスン42から51までのまとめ、こちらをクリックします。で、その下のクロスワードについては最後に説明したいと思います。はい、では次のページをクリックすると、基本文のまとめの ⑥ の今回使うプリントが画像で出てきます。印刷したい時にはこちらの PDF ファイルっていうのを開いてもらうと、このようなページが出てきます。下の方ですね、ちょっと見づらいんですけど、ここに今プリンターの画像があるんですけど、こちらとか、あと画面上で右クリックをするとこう印刷っていうのが出てくると思うので、ぜひそちらから印刷して使ってみてください。はい、では今回はこのプリントの画像を加工しているものがあるので、そちらを使って説明していきたいと思います。はい、こちらのプリントですね。では1レッスンずついきたいと思います。はい、まずレッスン42ですね。ここで習ったのはこの was ですね、 be 動詞の、過去形 am と is の過去形の was です。例文は I was busy last week、 I was busy last week、 何々でしたとか何々だったっていう意味ですね。私は先週忙しかった。はい、では次いきます。43ですね。今度は are の過去形の were ですね。これも何々だった何々でしたですけど、be 動詞の過去形の一つです。はい、例文が we were free yesterday、 we were free yesterday、 私たちは昨日暇でしたっていう文になります。はい、次44ですね。 he was reading a book thenHe was reading a book then。 過去進行形という形ですね。 be 動詞の過去形プラス ing です。何々していたとか何々していましたとかっていうふうに訳します。はい、この文は彼はその時一冊の本を読んでいましたっていう意味ですね。はい、次レッスン45ですね。ここで習ったのは look を使って、 look ほにゃららほにゃららに見えるっていう形ですね。サウンドも一緒に何々のように聞こえるっていうのも出てきたんですけど、今回のあのクロスワードに使ってる基本文はこちらになります。 You look happy、 You look happy、 あなたは幸せそうに見えます。はい、次46ですね。こちらで習ったのは show 人物、誰々に何々を見せるなどの文になります。難しく言うと第4文型という形ですね。はい、例文は Show me your passport please、 Show me your passport please、
私にあなたのパスポートを見せてくださいっていう形ですね。はい、次が47ですね。 We call him Ken. We call him Ken. 私たちは彼をケンと呼びます。 call A, B っていう形なんですけど、 A を B と呼ぶ。今回は彼をケンと呼ぶという形ですね。このような文は第五文型というふうに難しく言うと言うんですけども、このような形ですね。誰々を何々と呼ぶ。はい、48ですね。 May I sit here? May I sit here? ここに座ってもいいですか。この May I ですね。これが、新しく習った形ですね。何々してもいいですか。これは Can 使って Can I sit here? って言ってもほぼ同じ意味で使います。はい、では次49ですね。 Could you read this letter? または Would you read this letter? Could you っていうのと Would you っていうのはどちらも同じような意味ですね。何々してくださいませんかっていうふうに丁寧なお願いになります。これはもともと Can you とか Will you っていうのがもともとの形なんですけど、過去形の Could とか Would 使うと丁寧な言い方になると。 Could you?宇宙ですね。何々してくださいませんか。その例文だと、この手紙を読んでくださいませんかっていうふうなお願いになります。はい、レッスン50ですね。ここで習ったのは Be going to という形です。何々するつもりですとか、何々でしょうとかという未来形ですね。はい、例文は I am going to visit my uncle tomorrowI am going to visit my uncle tomorrow. 私は明日私のおじを訪れるつもりです。まあ、訪れるでしょう、訪れるだろうでもまあいいんですけど、私のことを言ってるので、私の時は何々するつもりですって訳すのが普通ですね。はい、では51ですね。今度は will を使っています。will。Will は、何々でしょう、何々だろう、先ほどの Be going to と同じ意味なんですけども、今回はこれ疑問文になっている形ですね。Will you で何々するつもりですか、あなたは何々するつもりですか。Will you play tennis tomorrow? あなたは明日テニスをするつもりですか。で、答えるときに No, I will not でももちろんいいんですけど、Will not の短縮形というのは特別な形で、won't っていう形になります。 No, I won't ですね。このように答えると。はい、ということで、まあ、ざっと説明になりましたけども、今回の内容は以上でした。で、それぞれ詳しく見たいときには、このアドレスの後ろのここの部分に数字ですね、50とか51とか入れてもらうと、それぞれのダントツ英文法のレッスンが見れますので、ぜひそちらの方から見てください。はい、で、あとクロスワードですねについて最後に説明したいと思うんですけども、ダントツ英文法の先ほどのこのラインナップのこちらですね、まとめの6のこの下のところ、こちらだと、こちらをクリックすると、今回の内容で解けるクロスワードが出てきます。全部で4種類ありますので、好きな Q を選んでもらって、でパスワードが分かったらこちらからパスワードを入力して確認してみてください。はい、楽しめると思うので、ぜひ挑戦してみてくださいね。はい、今回の、基本文のまとめの丸6の、説明は以上です。ありがとうございました。